い、皆さんこんにちは。今日もダヴィンチの館へようこそ。今日は前回に引き続き、音声を自分の動画の長さに合わせて作り変えるという方法をご紹介していきます。前回はリバーブという方法を使って曲の途中で終わらせて、それをあたかも一つの曲のようにする方法をご紹介しましたが、今回は曲の最初と最後は使って中間をいかにして短くするか、そういう方法をご紹介していきます。最後までどうぞお付き合いください。それでは早速やっていきましょう。まず好きな音楽を用意してください。今回私の方ではね、このパワービーの方にいっぱい曲がもう入っているので、その中から一つ選びます。今回はこの音楽を使っていきたいと思います。今回の目的は、自分の気に入った曲の最初と最後は絶対に使う、そして中間の部分を抜かしていくという方法ですね。この方法をやっていきたいと思います。でその時のポイントというのがね、いくつかありますので、それを解説していきたいと思います。例えばエンディングの一番最後の1分間だけちょっと音楽が足りないとか、イントロの動画で30秒間だけ音楽が欲しいなって言った場合、どうしても自分の気に入った曲の30秒だけとか1分だけとかって使いたい場合、そういう時にね、非常に使える方法だと思います。前回のリバーブとはちょっと違って、この方法っていうのは何回かこれは練習が必要になると思います。最初の方はうまくできないかもしれませんけども、何回か練習してるとできるようになってきますので、ぜひこれもチャレンジしてください。それではやっていきましょう。まずこういう風に好きな曲を表示させます。で、一回これ表示させたら、もうこのメディアプールの内容っていうのはいらないので、これをもう消してしまって、音源だけをこういう風に画面いっぱいに表示させます。大切なのはまずこの曲を一回全部先に聴いてみるというところが大切なので、それをまずね、聴いてからこういう編集作業をしていってください。今回はこれも何回も聴いたということを想定して進めていきます。でまずですね、この音楽を調整するときにはタイムラインの方に、このオーディオ1のところに音源をそのままドンと入れてくるっていう方法ももちろんあります。ただですね、何回か私がやっていると、これよりももっといい方法が見つかったのでね、そちらをやっていこうと思います。まずこの音楽を調整するときに重要なのが、ここの一番上にある波形ですね。この波形は音楽の最初から最後までが一画面の中でずっと見れる状態になってます。でこれ結構ね、重要な役割を果たしています。まず見ていくのはここですね、この全体的な波形、そしてもちろんこの中央にある大きなこの波形、ここももちろん重要です。ここの赤い線というのは、今音楽が実際に音が出ているポイントがこの赤い線になるので、ここも注目しながら編集を行っていきます。さあここからですけども、これいろいろと方法があると思うんですが、私の場合は全部を聞いて好きなところをまずはマーカーを打っていきます。実際には大体の曲っていうのは何回か同じようなフレーズの部分が続いて、2回から4回続いて次のまた違うフレーズに移るというような感じになると思うので、そういう曲をね、選んで編集してる方が最初の方はやりやすいと思います。ちょっとこの曲を一回聴いてみましょう。少し音声を上げます。じゃあ流します。はい、今のフレーズね、ここ同じような曲調の部分が2回続きますよね。ここね、2回目、でここからまた変わるよね。ここで今度スナップの音が入ります。これですね。あまりこう長いイントロっていうのは必要ないので、今回はこれはもうね、全部聞いたという過程ですよね。一番最初、はい、ここまで、でここから先は今聴
聞いたフレーズが同じものがまたここから始まるので、ここが一区切りとして考えて、ここでマーカーを打ちます。 M ボタンを押します。そうするとですね、ここに実際にはマーカーが打たれます。で、今聞いてるところはここなんですけども、この曲全体の曲の部分の今マーカーが打ったところっていうのはこの部分になります。つまりここになります。自分の場合はここを、こっからここまでが今回は例えば欲しいとなった場合は、終わりを赤、始まりを青っていう風にマーカーを決めておきます。なので今ここは終わりなので、ここをダブルクリックして赤いマーカーに変えておきます。はい、そうするとね、こういう風になりました。もちろんね、最初はここ青なんで、もう一個マーカーを打って青を打ってみます。で、赤、ここね、終わりの部分がここです。次のポイントを探します。例えばね、こういうところは、まあ波形を見てれば分かるんですけども、おそらくここら辺から曲が始まってくるんじゃないかなと思うので、ちょっと流してみましょうか。そうですね、はい、ここですね。このスナップの部分もちょっと欲しいので、始まりがここなので、今度はここにもマーカーを打ちます。はい、そうするとね、ここにもマーカーを打たれました。つまりこの赤いところから青いところのこの中間というのはいらないっていうことになります。で、これを、自分の曲の好きなところをこうやって一回切っていきます。はい、これも一小節だけでいいので、ここでマーカーを打ちます。これも赤ですね。1分間の音楽を作りたい場合でも、まずはこういう風にラフでどん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 自分の使いたいような曲の部分を切っていきます。そして後から縮めていくと、まあまあ楽にね、この曲を作ることができます。で、今ここから、ここの波形のところですね、この波形のところ、ここは欲しいですね。一番こう盛り上がっていく場面っていうのは欲しいんですけども、同じフレーズが今ここの青いポイントからここの赤いポイントのところと同じフレーズっていうのがここにももう一個来てるんですよね。ここからですね、ここの今盛り上がりの部分がこことつながっているので、ここから、先ほどはこっちの方を撮ってましたけども、ここから撮るようにします。つまりここを青いマーカーにして、ここをね、削除してしまいます。大体ここでまた一つのフレーズが終わるので、ここを少し移動して、ここで、ここから先はまた同じようなフレーズが始まるので、ここでね、マーカーを打ってここを赤にしておきます。で、途中はもうここあとはね、全部カットして、今度は後ろの方に行きたいと思います。で、後ろの方でも同じようなフレーズのところを探します。今度ここで終わりなので、ここからまた同じフレーズが始まります。ここからこの最後までは一つのフレーズなので、ここはね、全部残したいと思います。ではここにマーカーを1個打ちます。はい、つまり今ここに打たれました。
で、ここから最後のフレーズのここまではマーカーを打ってここを赤にしておきます。最初と最後はね別に打たなくても分かるのでいいんですけども、まあ、今回は分かりやすいように、最初と最後にもマーカーを打っておきました。今回はねここで青から赤、青から赤、そして青から赤、この3箇所を使うことになります。つまりこの中間は全部抜かすということですね。でこれをこのままドンと持ってきてもここにマーカーがしっかりともう入っているの でこういうふうにやってもらっても構いません。例えばここでカットして、でここでここからこの赤から青の部分はいらないのでここをまたカットしてこういうふうにつなげていきます。そしてまた赤の部分を着てカットして、次の青の部分を行ってここですね、ここまで行ったらここをまたカットします。はい、そうするとねこういうふうになりました。見ていただくと分かるんですけども、青があって赤があってすぐまた青がある、こういうふうにうまくこうカットができるとこんな感じで曲がつながるようになります。ここもそうですね、赤と青がこういうふうにつながると、こうすると曲の切れ目切れ目がうまくこのぐらいで、だいたいこのぐらいでつながってるなっていうのが分かるので、これを参考に今度はね調整していきます。もちろん今このままだと曲自体はちゃんとつながっていないはずです。一発ではなかなかできないので、ここから今度細かい修正を行っていきます。ちなみに今34秒、今回はこれねだいたい30秒ぐらいの音楽を作っていきましょう。ではこういう風に切ったらですね、今度はタイムライン入れてここを今度はずっと拡大していきます。はい、このぐらい結構大きく拡大しますね。で一回これを聞いてみます。少しボリューム上げますね。はい、じゃあ聞きます。ここはうまくいってますね。はい、ここはなんか一発でうまくいってるみたいです。まあたまたまですね、これ偶然うまくいきました。じゃあ次のところですね、次の部分を聞いてみましょう。ここですね、うん、なかなかうまくいってると思います。で本来ねこんなにうまくいかないんです。曲のちょっとね曲同士がうまくこうつなぎ合わなかったりするんで、その時に調整するのがこういうふうに、このクリップとクリップの境目にこういうふうに合わせると、カーソル合わせていくとこんなマークになります。でここでクリックしながらこう少し調整していくと、つなぎ目が途切れないで調整することができますの でこんなふうに調整することもいいですね。でここにですね、細かい調整するときにはここにスナップというのがあります。このスナップ細かい調整するときにちょっと邪魔になるものがあるので、このスナップを解除してやった方がいいかなと思います。でそうするとねものすごい細かいところまで修正できます。はい、こんな感じですかね。ね、今見てわかると思うんですけど、これちょっとだけずれてますよね。これをここの部分をこの部分に合わせます。でこれを行うときにこのスナップを解除してやると非常にやりやすいです。これを一回縮めるか、ね、こういう風にしてもいいですね。ここでちょうど線を合わせて、でこのぐらいで調整していきます。そうするとねここの波形がこう滑らかになるのが分かると思うんですね。でこの波形を見ながらうまく調整していくと音楽はつながると思います。これで一回聴いてみましょう。はい、繋がりました。うまくつながりました。でこういう風につなげて音楽を作っていきます。で最終的にここの30秒で、今31秒、この曲自体が、後半がここがちょっと伸びているので、ここをちょっとねこうフェードアウトさせても全然おかしくないと思います。はい、こんな感じでね今32秒になりましたけど、もう少しこれを押さえて調整すると、
はい、これで32秒ですね。まあこのような感じで時間調整が可能です。でこういうふうに、ね、マーカーを使って細かい調整をする方法を何回か練習しておくと、きっとねすぐできると思います。あとどことどこをこう切ったら曲がつながるのかっていうのも何回か練習をしていく必要があると思いますので、やりやすい音楽を選んでこういうふうにね、少し練習をしていただければと思います。向かない音楽っていうのは歌詞が入っている音楽はちょっと難しいので、これはね最初の方はやらない方がいいと思います。というのもね、歌詞が例えば英語の歌詞だとどこで切っていいのかがよくわからないっていうところがあるので、歌詞があんまり入ってない曲を選んで、あと比較的単調にリズムが取られているようなこういう曲を選んだ方が最初の方はいいかなと思います。でこれね、私の方は最終的にはですよ、最終的にはこういうふうに1個曲が出来上がったら、ここを全部選択してこれを新規複合クリップで作ってしまいます。でこうすることによって万が一クリップがずれてしまったりっていうことがないように、こういうふうにね1個私はいつもこういうふうに曲を新規複合クリップで作ってしまいます。こうすることによって後でミスがなくなるのでね、これが楽だと思います。もしもこれを変えたい場合はまたここのクリップを右クリックしてここで展開というのを選ぶと、先ほどと同じように切れ目がしっかりと出来上がるので、また何か編集したい場合はこういうふうにすることもできますので、万が一の時のためにねこういうふうに一回最初は出来上がったら複合クリップで1個全部結合して1本のファイルにしておくのをおすすめします。あとはここで音程を調整したりするのもねここでできますので、やってみてください。このような感じで自分のお気に入りの曲の最初と最後はうまく使って、途中の同じようなフレーズのところをカットして1本の曲にしてしまうという方法を今回はご紹介しました。慣れてくると本当にまあ10分20分でこういうふうにパパッと出来上がってしまうので、まあ何回か練習してみてこういうふうな方法もまた使ってみてください。でこういうふうにできない曲っていうのももちろんあるので、そういう時はね前回紹介したリバーブという方法を使うとうまくいくかと思います。それではね、本日のダヴィンチの館これで終了します。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。